なみに今回都は、都や区はまだ準備してますけど、出しているというビールに関してですね、はい、もし襲ったらということなんですけれども、まあ、これ3年度地震の場合、川崎准教授によると、あなたを中心に浸水が広がるということですよね。で、品川、大田区など1、2メートル水没、それから地下鉄、先ほど言いましたけれども、50センチの浸水、壊滅的な状態になる可能性もと。その、いわゆる津波が来て、いわゆる防波堤みたいなものがあるんですかね。沿岸地域だけではなく、東日本の大震災の時もありましたよね。やはりその津波が川を登って、沿岸に下がって、それによってその時は、沿岸から迂回する可能性っていうのが、川が登ってくる、逆に登ってくるってことは、その相当なこの水の量になる、一気になる可能性があるんですよね。スピードも速い、スピードも速い、それによって浸水する可能性が出てくるということですね。さらにですね、これだけではなくて、災害危機アドバイザー和田さんはこうおっしゃってます。関東近郊で大きな地震が起きなくてもですね、震度と津波は比例しないと、震度が小さくても要注意だとか。なぜならば東日本大震災の時、新潟三重県の鳥羽市震度1で最大 1.8 メートルの津波が発生している。遠くから、そういうことになりますね。なので和田さんはこうおっしゃってます。自治体だけが最悪の想定を意識してもダメだと、市民も意識をしなければ避難を防げないということで、まあ、この避難ビル、どこにあるのかですとか、まだない場合は、高いビルはどこにとか、十分なビルはどこか確認する必要があるんじゃないかなというふうに思います。どうして結果型だろうが、三面部だろうが、大学行きだろうが、つながってるんだという意識を持っておかなきゃいけないということですね。その地震が起きた時、どこにいるのかっていうのは本当に重要だってことですね。常にね、その日に出かけるときには、どこにそういうところがあるのかっていうのは頭にあるんですけどね。ちなみにこのビルは自治体なんかで確認できるようになので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。さあ、続いてはこちら注目の裁判についてお伝えしていきたいと思いますけれども、こちらですね、斉藤被告です。この日に言っております。犯人盗賊の罪に、問われているわけなんですけれども、裁判にあたって真摯に全てを証明